アメリカのバイデン大統領が副大統領だった時の機密文書が個人事務所から見つかった問題をめぐり、野党・共和党が徹底的に追及する構えを見せています。バイデン氏が機密文書を持ち出した問題については、9日にアメリカメディアの報道で明らかになり、10日には共和党が多数派を占める議会下院の監視・責任追及委員会が調査を開始しました。 また、上院では、共和党のホーリー上院議員が11日、司法省に対し、バイデン氏を捜査する特別検察官の任命を求める趣旨の書簡を送っています。バイデン氏は以前、自宅に機密文書を持ち出したことで、FBI ・連邦捜査局による家宅捜査を受けたトランプ前大統領を無責任だと批判していましたが、自身に跳ね返る事態となっています。